宇宙苑は、中華民国、満州国の政治家、軍人。北京政府、法天派に属し、後に、満州国に参加した。字は、任白木。父は、宇宙艦、スイス陸軍士官学校を卒業。帰国後は法天派に属し、勝律東北大学教授、東三省特別区警察第三総署所長。 東三省鉄路守る自軍総司令部参謀、東北線政局顧問、東三省特別行政区行政長官公所参議を歴任した。1931年の満州事変勃発後に、右政園は法天自治主導部顧問県自地訓練所所長に就任した。満州国が建国された1932年3月から、まもなく、 ゲンブリタクや満州青年連盟の山口主月具、小沢改作と共に満州共和党を結成した。同年夏、満州共和党が改組され、満州国共和会が成立すると、右は、同会総務所長となっている。1933年12月、中日公司館参事官に就任した。1937年3月3日、満州共和会中央本部長に任ぜられている。 1937年7月、国務院臨時定立条約準備委員会委員に任命される。翌1938年2月10日、新京特別市市長に就任した。8月、国務院企画委員会一般委員となる。1940年5月16日、産業部大臣に就任した。同年6月1日、産業部が厚能部に改組され、そのまま、 厚能大臣に泊まっている。1942年9月28日、民政部大臣となった。1944年12月17日、経済部大臣に移動している。満州国滅亡後、右政ンはソ連に逮捕、連行される。シベリアで拘束された後、中華人民共和国に引き渡され、武順先般管理所に収監された。 1966年、特赦を受けて釈放された。1969年11月12日、死去。去年72。ありがとうございます。